防弾ホスティング、または防弾サーバーは、ホスティングサービスの一種である。通常のホスティングサービスと比較した際、内容に関する法律が緩い国々に本拠を持つため、違法性を持つコンテンツをホストすることが多いとされる。防弾ホスティングの事業者は、利用者に法の選択権を与える事業と説明しているが、悪く捉えると、脱法行為を助長するサービスであるとも言える。 スウェーデンの有名な防弾ホスティング事業者ボコフのデータセンターオランダの森林に引得されたサイバーバンカーのデータセンターのエントランス運営者らは後にサイバーバンカーの名前を廃止し看板を撤去してコードネームで呼ぶようになった元々が軍事用の施設であるため強制捜査を試みた警察や特殊部隊ですらドアを破壊するだけで諦めている物理的な場所を知られないように 例示した画像のような人のいない場所にある中古のバンカーを購入して、防弾ホスティングの拠点とすることが多く、外観に手を加えないため外部からは、廃墟や廃トンネルにしか見えないことも多いインターネットにおいて、違法性を判断する方域は、コンテンツが提供される方域ではなく、ハードウェアが設置されている方域である。そのため、方域 A で違法なコンテンツであっても、 法域 B では合法である場合がある。さらには、データログやサーバログの保存及び法執行機関への提出の義務、機関も法域で異なるため、法域によっては一切のログを取る必要がない。また、支払い方法を仮想通貨にすることで匿名性を高めるといった対策も存在する。すなわち契約者及び利用者についての情報を保持。 管轄裁判所からの令状の執行以外で公開することなしにホスティングサービスを提供することが可能である。また、アビューズによる自主削除に応じないことも多い。防弾ホスティングはサイバー犯罪者に利用されることが多く、スパムの送信やマルウェアの送付、自動ポルノのホスティングといった犯罪行為を支援し、法執行機関による閉鎖を難しくするなどといった問題がある。 日本における著作権侵害の事例である漫画村においてはコンテンツデリバリーネットワークと併用された。日本も防弾サーバーの所在国として国際的に有名であり、海外の防弾ホスティング事業者のサーバーが日本国内に設置されている。また、日本企業のホスティングサービスにもコンテンツへの対策の緩さにより防弾ホスティングと同様の状態のサービスがある。 オンライン薬局の検証、監視機関である米レジットスクリプトの2016年の報告によれば、日本企業の GMO インターネットのホスティングサービスも不正薬品販売サイトの温床になっており、レジットスクリプトからの指摘にも反論して対応を拒否するなど、実質的に防弾ホスティングと同じような状況になっていたが、その後2年で改善傾向にはある。 法整備や対策が遅れていることから日本はサイバー犯罪に寛容な国との認識が一部のサイバー犯罪者の間で広がっている。2000年代初頭から防弾仕様に変更したホスティング会社もあり日清月歩のインターネット業界においては古いカテゴリーである。防弾ホスティング事業者は事業内容を郵便局や金融機関に例えて 利用者が提供するコンテンツには感知せず、法の選択権と場所を与えているだけであるから、問題ないとの説明を行っている。しかし、ノートンのセキュリティ技術者は、例えば郵便局が爆弾を含む違法かつ危険な荷物の配送ルートになっていると、第三者から指摘された場合、指摘を受けた郵便局が何も対策を行わなければ、廃業に追い込まれると、 防弾ホスティング事業の正当化の論理に対して欠陥を指摘している。また、様々な組織の最高機密を扱う関係上、攻撃を受ける可能性が高いため、最高峰のサイバーセキュリティは当然のことながら、放棄された軍事核シェルター内部や廃校山内部にデータセンターを設けるなど、あらゆる侵入者を拒絶して、大量破壊兵器にも耐えうる。 物理セキュリティを施し、バンカーと自称している。警察による捜査から逃れるため、利用料金の支払い方法として暗号通貨を多用し、バンカーの場所も明かさず、外観も偽装し、頻繁に移転している。過剰とも言える物理セキュリティと防弾ホスティング事業者のサーバーから行われた、多数のサイバー攻撃から、ブラックハッカーをバンカーにかくまった疑いも生じている。 これらの事実から、防弾ホスティング事業の法的な位置づけは限りなく、黒に近いグレーであると言える。ありがとうございます。